原爆のこの像は、広島県広島市の広島平和記念公園内に、ある、佐々木貞子の同級生らによる募金運動により作られた像。制作者は、菊池和夫。1958年5月5日完成。1955年11月8日に、新聞で貞子の死を知った男の子から、貞子さんをはじめ、原爆で死んだこの霊を慰める石碑を作ろうと。 サダコの同級生に提案があり、その設置に関する活動が始まった。11月12日に全日本中学校長会場で、サダコの同級生8人によるビラ配りが行われ、全国の中学校からも寄付金が寄せられた。12月に入ると、広島市内の小、中、高校へも、活動の参加を呼びかけ、広島平和を築く児童、生徒の会が組織された。翌年には、 街中での募金活動が繰り返し行われ、年末までになんと540万円もの寄付金を集めた。後に募金活動の波紋が広がり、全国から3000校以上の学校が参加をするに至り、海外からも寄せられた。そうした事実に基づく映画作品である千羽鶴も公開され、図書館などで鑑賞が行える。像の真下にある石品には、これは僕らの叫びですこれは。 私たちの祈りです世界に平和を築くためのと刻まれている。裏側には犠牲となった児童生徒を慰霊し世界平和を呼びかけるために全国の友の支援を受け広島市内省中高校有志によって設置されたと広島平和を築く児童生徒の会による説明文が書かれている。内部には金があり中に吊られている折り鶴をかたどった金色のおもりが 風を受けて揺れると、風鈴のようになる仕掛けになっている。鐘に刻まれた文字は、湯川秀樹が記号した。また原爆を体験した子供たちの証言、原爆の子広島の少年少女の訴えは、広島大学の教育学の教授、長田新により編纂され、1951年に岩波書店から刊行されました。かつては、真下の石碑の周りにうず高く、折り鶴を置いていたが、 雨除けや繰り返される、放火事件対策を兼ねて2002年に、雨除け屋根が周りに配置されている。2003年8月に折り鶴放火事件が発生し、捧げられた折り鶴を保管する施設の一部を焼損した。ありがとうございます。